未来の大砲。野球の醍醐味の一つでもあるホームラン。このチャンネルで人気の高い動画の一つであるプロ通算5年目までのホームランランキング。今回の動画は25歳以下でのホームラン数と若手に絞り紹介していきます。あなたが期待する若手のアーチストはランクインするでしょうか。第9位、16本、日ハム、野村勇輝。プロ通算5年目となる22歳、花咲徳栄高校から入団し、怪我に毎年苦しむも、そのスイングから放たれるアーチを見ると期待せずにはいられません。サードの守備に課題がありましたが、着実に成長を見せ、ファンも年間を通してサード野村が見たいと思っていることでしょう。新球場のエスコンで4番サード野村勇輝が見れるのが今から楽しみです。第9位、16本、日ハム、万波中正。プロ通算5年目となる22歳、横浜高校から入団したポテンシャル抜群の期待の星。新庄監督の起用に応え、2022年はチーム2位となる14本塁打。バッティングに加え、守備、走塁とロマンしか感じない身体能力の高さが開花。将来的にはトリプルスリーを狙える期待をしてしまいます。花のある選手となり、パリーグを代表する選手となるでしょう。第9位、16本、広島、小園海斗。プロ通算5年目となる22歳、報徳学園高校から入団した高校生スターの一人。2000年世代では投手では戸郷、バッターなら小園でしょう。通算16本の本塁打もさすがですが、打率2割6分9厘と確実性もあることながら、守備では広島の小投になっています。来季6年目となる世代ナンバーワンバッターはどのような活躍を見せるか楽しみです。第9位、16本、ロッテ、佐藤俊也。プロ通算4年目となる25歳、東洋大学より入団した強打が魅力な捕手。キャッチャーとファーストを起用にこなせるユーティリティ性もチームにとって大きいでしょう。ロッテでは松川が起用され、ますます激しいポジション争いをする中、このバッティングはロッテにとって必要な戦力です。幕張の栗山巧みになれるか楽しみですね。第8位、24本、ロッテ、安田尚憲。プロ通算6年目となる23歳、履正社高校より入団した左のスラッガー。覚醒が待たれるスラッガーの一人でしょう。2022年は後半戦では打率2割8分3厘7本塁打と好成績を収めました。サードの守備には安定感があり、バッティングへの期待が大きいですが、彼のホームランを見ると期待してしまいますよね。マリーンズファンは安田が化ける日を待ち望んでいます。第7位、25本、ロッテ、山口浩輝。プロ通算5年目となる22歳、2022年はチームトップとなる16本を放ち、35試合を4番を任される成長っぷり。この16号はホークスの優勝を消し去る逆方向への弾丸ホームランでしたね。このホームランによってホークスのオフシーズンの大暴れが始まったと言っても過言ではないでしょう。1試合3本放った試合もあり、特に3本目は外人のような圧倒的パワーを見せつけるホームランでした。幕張のロマンは日本のロマンになれるか、今季も目が離せません。第6位、26本、巨人、広岡大志。プロ通算8年目となる25歳、智弁学園よりヤクルトへ入団し、田口とのトレードで巨人に移籍。プロ初打席で引退試合だった三浦から強烈なスリーランを放ったロマンあふれる大砲でしたが、攻守ともに結果が残らず、巨人へ移籍も2022年35試合の出場にとどまっています。魅力的なバッティングが持ち味ですが、守備ではやらかし癖があり、巨人ではチャンスすらもらえていません。高校時代の先輩である岡本和真と共に巨人の力になってほしいですね。第5位、32本、広島、坂倉翔吾。プロ通算7年目となる24歳、日大三高から広島に入団。通算打率2割9分3厘とアベレージも残せるキャッチャーです。主にサードとして出場していましたが、今季はキャッチャー1本で勝負を明言。キャッチャーとして首位打者を目指せるレベルの選手でしょう。
まだ24歳なんかよと驚きましたが、将来は近藤選手のような天才バッターになりそうですね。新井新監督のもと、どのようなチームになるか楽しみです。第4位、39本、日ハム、清宮幸太郎。プロ通算6年目となる23歳。早稲田実業高校より入団した期待の大砲。清宮のホームランアーチは本当に美しく、おかわりくんのような本物のホームランバッターになると個人的に思っています。村上と比べられることがありますが、神は別格として清宮も順調な成長を遂げていると感じています。守備ではびっくりするようなずっこけやポロポロしたりとありますが、目をつぶりましょう。新球場のエスコンでの第1号は清宮だと予想します。第3位、44本、阪神、佐藤輝明。プロ通算3年目となる23歳。近畿大学より入団し、昨年チーム唯一の全試合出場、20本塁打を記録した虎の大砲。昨年は不調だったと感じるシーズンでしたが、それでも20本を打っているのはさすがでしょう。1年目の成績や彼のバッティングからもっと期待してしまうこともあり、ファンからはこれじゃない感が出ているかもしれません。それだけ彼に魅力がある証拠でしょう。岡田監督のもとサードで固定され、おそらく5番を任されるので、どんな3年目シーズンになり、あれに貢献するか期待したいですね。第2位、46本、横浜、牧秀悟。プロ通算3年目となる24歳。中央大学より入団した最高のドラフト2位。通算打率3割5割2、セカンドの守備や走塁も文句なし。22年度はベストナイン受賞、 WBC に選出と、これが本当の即戦力という選手です。野球の成績もそうですが、シーズンオフのバラエティでのダンスやトークを見ても、本当は10年くらいプロやってるんじゃないかと思わせる面白っぷり。将来の三冠王候補が若く、内野手というのは横浜ファンの方は安堵しているでしょう。悲願の優勝に向けてどんな成績を残すか楽しみです。第1位、160本、ヤクルト、村上宗隆。プロ通算6年目となる23歳。九州学院高校より入団した説明不要のホームラン王。あなたは何号のホームランが好きですか。17号の千賀選手の引導を反対方向へのあの打球は理解できません。逆方向にあの飛距離を出せるのは本当にすごいですよね。動画作成の励みになる、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、25歳以下のホームラン数ランキングでした。どの選手も成長が楽しみな大砲ばかりでした。今シーズンもどんなホームランが見れるか、シーズン開幕が待ち遠しいですね。